日本全国の戦う顔をしている皆さん、こんにちは。9月頭までは優勝争いを繰り広げ、巨人と一騎打ちという状況になっていた広島東洋カープ。しかしここから大失速し、優勝はおろか CS 進出すらも危ない状況に。逆転 CS 進出の望みはほぼなくなっている状況で、かなり悔しい形となってしまいました。そんな広島ですが、FA などの外部補強をしないことで有名な球団なのですが、なんと今季オフ異例の参戦可能性が浮上しているといいます。そして狙いはなんと巨人の大城卓三選手だというのです。捕手は坂倉選手がいる広島、なぜ大城選手を狙っているのでしょうか。今回は広島が大城選手を狙っている理由や獲得するのかについてご紹介していきます。前評判を覆す活躍を見せ、今季は常に A クラスを突っ走ってきた広島東洋カープ。9月開始時には首位に立っており、2018年以来の優勝も見えていました。貯金を今季最大の14として首位に立っていたのですが、9月に入って大失速。20日には4位に転落し、結局9月を5勝20敗で終え、セ・リーグワーストタイとなる月間20敗を喫することに。そして先日1日には3位 DeNA との最後の直接対決に敗れ、ゲーム差は3に広がることに。残り3試合で A クラス入りは絶望的となったのです。勝負どころの9月に決壊したのは最大の武器である投手陣でした。開幕直後からリーグトップだった防御率は9月は月間 4.29 に悪化。ただ投手陣は攻められない、元凶は打線ですと去る球界関係者がこう続けます。チーム打率2割3分8厘と51本塁打はリーグワースト、404得点は同5位。今季5点差以上をつけた勝利は優勝争いをした上位4球団で最も少ない11試合という。頻打による得点力不足が投手陣に負担をかけたのは明らか。鈴木誠也が2021年オフにメジャー移籍して以来4番打者不在、助っ人も外れた、打線の核になるような選手を補強するべきだという声がチーム内外から噴出しています。今オフ例年は封印している FA 補強に参戦するのではとささやかれているのですと話しています。関係者の言う通り、今季の広島はとにかく投手と守りで勝ってきました。その一方で打力はかねてから指摘されており、この状態は一向に解決せず、最後は投手が苦しむことに。野手にも責任はあると言えますし、来季はこの辺りの改善が大きな課題となるでしょう。そこで可能性として浮上しているのが FA 参戦による選手の獲得。ただ広島はこれまで基本的に FA で選手を獲得せず、それどころか外部補強もあまり行わない特徴がありました。実際 FA 選手の獲得数は消滅した近鉄を含め13球団で唯一、広島だけ1人も獲得していません。これは資金難で選手を獲得できなかった過去と、それゆえに選手を育成して勝つという理念があるためなのですが、実は先日球団幹部は育成は重視しているけど FA に参戦しないなんて言っていない、お手本になるような選手がいれば可能性はある、 FA じゃないけどメジャー帰りの秋山だって獲得していると漏らしたことがあると言います。確かに2022年のシーズン途中にはメジャーから秋山選手を獲得しており、まさかの獲得にファンからも驚きの声が出ていました。そのため FA 参戦する可能性も十分にあるというのです。そして FA で狙う選手が巨人の大城選手だと言います。2017年にドラフト3位で巨人に入団した大城選手、ルーキーながら開幕1軍入りを果たし、開幕戦となった3月30日の対阪神タイガース戦では代打で1軍初出場を果たすと初打席初安打を記録。開幕第3戦となった4月1日の阪神戦では8番捕手として初先発出場を果たすなど大きな期待を寄せられ、その後もプロ初本塁打やサヨナラ安打も記録。ルーキーながら当時正捕手だった
小林誠司選手に次ぐ2番手捕手として36試合に先発出場し、スタメンでの打率は2割7分1厘、代打としても打率3割8厘という成績を残し、以降は打撃を生かすためにファーストでの起用も増加。2020年はスタメンマスクも増え、ベスト9を獲得すると、昨年は WBC 日本代表にも選ばれ、第3捕手の立場で3試合に出場し、無安打ではあったものの、巨人の同僚でもある大勢投手とバッテリーを組んで無安打無失点に抑えるなど活躍し、シーズンでは巨人の正捕手として活躍し、自己最多の134試合に出場し、打率2割8分1厘を記録したほか、16本塁打も自己最多、打点55も自己最多を記録するなど、初めて規定打席にも到達。2024年からは菅野俊之投手から選手会長を引き継ぎ、今季も主力として活躍しています。そんな大城選手は9月12日に国内 FA 権を取得しています。講師については、今はチームのために頑張りたいと強調しましたが、講師を熟考しているとの情報もあると言います。昨年は確かに正捕手として活躍しましたが、 FA 習得時点では今季のスタメンマスクは岸田選手が68試合、小林選手が34試合、大城選手が29試合と、かなり出番が減っています。原監督時代の昨季はチーム最多の125試合で先発マスクをかぶったわけですが、今季はエース戸郷投手の登板時に限定されつつある。一方で他球団からすれば是非とも欲しい選手で、野球関係者は阿部監督は正捕手としては見ていないようだけど、大城は捕手にこだわっているようだし、21年には盗塁阻止率4割4分7厘でリーグ1位、昨年も3割7分3厘で2位と肩も悪くないから、他球団の捕手としての評価は高い。巨人ではリード云々言われるが、リード面はベンチ主導でやるとか教育するとか、なんとかなるところではある。何より打撃が魅力。昨年は打率2割8分1厘、16本塁打の打てる捕手ですから、と太鼓判を押しています。それは広島側も評価しているようで、獲得に動く可能性が示唆されています。とはいえ、広島では坂倉選手をはじめ捕手は揃っている状況、捕手として獲得に動くとは考えづらいと思います。一体なぜこのような話が出ているのでしょうか。実は広島の新井監督には正捕手の坂倉選手を打者に専念させたい構想があると言います。本来は3割以上を平気で出せる能力を持つ坂倉選手、しかし捕手と打撃の併用は思っていたより難しく、長所が消えつつあるのです。なので新井監督は今後コンバートを考えていると言います。そうなると打てる捕手が必要になり、そこで大城選手に白羽の矢が立っているのです。確かに大城選手を獲得できれば打力の底上げもできますし、坂倉選手の状態も上げることができる可能性があります。4番の穴ももしかしたら埋められるかもしれませんし、 FA 宣言すれば獲得に動くかもしれませんね。まさかの FA 参戦となりそうな広島、ここまで大失速していますし、打線の底上げは急務と言えるでしょう。果たして広島は大城選手獲得となるのでしょうか。今後に注目ですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。